耳から覚える日本語能力試験文法トレーニング N1 27だけやるだけのことはやった。あとは結果を待つばかりだ。泣くだけ泣いたら気が晴れた。また明日から頑張ろう。ダメ元で頼むだけは頼んでみたら？28限りだ。あんなに短期間に成功するなんて羨ましい限りだ。29ものがある。誕生日を一人で祝うなんて寂しいものがある。30をものともせずに。田村選手は右手の怪我をものともせずに戦った。31であれ。いかに不満であれ、決定したことには従わなければならない。であれ、であれ。出席であれ、欠席であれ、早めに連絡するべきだ。32、甲斐がある、甲斐がない。大きな大会で入賞できた。1年間努力した甲斐があった。33といい、といい。このカバンは大きさといい、デザインといい、通勤にぴったりだ。34といえども。今は1時間といえども無駄にはできない。35ならまだしも。小学生ならまだしも、中学生にもなってまだこんなことがわからないなんて。36に至る、に至るまで、に至って。兄は3ヶ月間1日も休まず働き続け、過労死するに至った。
泥棒に入られ、現金やクレジットカードはもちろん、冷蔵庫の中身に至るまで全部取られた。37には及ばない。その仕事、期限までに間に合いますか？ご心配には及びません。必ず間に合わせます。38ならではの。京都には古い町ならではの落ち着きがある。39としたところで、にしたって。A 案にも B 案にも賛成できないが、私としたところで明暗があるわけではない。日本で働くにしたって、勉強するにしたって、最低限の日本語が身についていなければ難しいだろう。40と思いきや、社長の家はさぞ立派だろうと思いきや、行ってみたら古くて小さい家だった。41嫌いがある。田中さんはよく考えないで行動する嫌いがある。42までもない、までもなく。これは前に何度も勉強しましたから説明するまでもないでしょう。言うまでもなく、出席率があまりに悪い学生はビザの更新ができません。43までだ、までのことだ。終バスが行ってしまったのなら仕方がない。歩いて帰るまでだ。特に用事はない。元気かどうか気になって電話してみたまでだ。44ば、それまでだ。たら、それまでだ。人間、死んでしまえばそれまでだ。今のうちにやりたいことをやっておこう。